香港立法改正新中共派のみの出馬を承認中国領事館北京五輪宣伝費に30万ドルロシア・ベラルーシ上空に爆撃機を派遣アメリカ人はマスクやワクチンにうんざり女子テニス・ホースイ選手性的暴行を否定 皆様こんばんは12月21日の D ニュース小島千里がお伝えします今月19日香港で立法会総選挙が行われました同選挙は中国共産党当局が香港の選挙制度を変更しました直接選挙で選ばれる議員の数を減らし中国政府寄りの委員会が候補者を審査するようになってから初めての総選挙となりました こうした動きを受け、香港市民の選挙への参加意欲は低下しています。中共政権の侵攻に反対する大規模な民主化デモに揺れた2019年の区議選では、投票日の午後4時半までの投票率が52%に達していましたが、今回の選挙では21%にとどまりました。2019年の区議選の後、治安部隊は民主化デモを鎮圧し、 民主活動家を黙らせるために国家安全法の実施を徹底しました2020年には香港政府は中共ウイルスの流行による公衆衛生上のリスクを理由に9月に行われるはずだった選挙を延期しました民主派の評論からはこの動きは投票を遅らせるための口実だと主張しましたしかし今年3月中国の立法府は 愛国者による統治を目指し民主派の代表が重要な地位につくことを事実上禁止する選挙制度の変更を承認しましたその結果70から90に拡大された議席数のうち40議席は新中共派の選挙管理委員による選出枠に30議席は経済協会枠に充てられることとなり民意を反映し直接選挙で選ばれる議員数は 35名から20名にまで減少しました17日、香港の立法会で壁にかけられていたエンブレムは香港の国章から中国の国章にとって変わりました翌日には香港政府の政治システム及び本土事務局長であるエリック・ツァン氏は海外の活動家が投票のボイコットを促したことに対し 海外勢力が選挙を弱体化させようとしている可能性があると指摘しました。新選挙法ではボイコットを先導した者や無効票を投じた者は最高で3年の懲役と20万本コンドル約291万円の罰金が課せられることになっています。しかし19日の選挙前にソーシャルメディア上で白票を擁護した人々が国家安全法に基づいて逮捕されています。 それででも当当局は投票をを促すす。す。ために、選挙当日ののの公共交通機関の無料乗車を発表しています次のニュース北京オリンピックを来年2月に控える中国共産党政権が大会をポジティブな話として広報するために SNS で影響力のあるアメリカ人インフルエンサーに対して巨額の宣伝広告費を支払っていたことが分かりました。 インフルエンサーたちを監督するコンサル企業、ビッピメディアは、在ニューヨーク中国領事館と30万ドルの契約を結んでおり、北京冬季五輪と米中関係を好意的に描写したコンテンツを配信します。配信媒体は SNS 大手インスタグラムと TikTok、ライブストリーミング配信プラットフォームの Twitch で、3月中旬まで広告宣伝を行います。 インフルエンサーたちは選手たちの準備状況、導入された中国の最新技術、感動の瞬間や北京の歴史などに関するコンテンツの作成を依頼されており、最低24件の投稿を公開することが求められています。中国共産党は巨額の資金を宣伝キャンペーンに投じています。今回明らかになった SNS を活用した政治宣伝は、 新中共的なストーリーを世界に広める費用対効果の高い新たな手段と言えます。大企業が入手した内部文書によると、昨年中国共産党政権は Facebook を通じて台湾の主権保有の主張を吹聴調していたとのことです。イタリアではかつて週末の長時間ランチが当たり前でしたが、今は違います。 伝統的な料理をストリートフードに変身させ、食べ歩きスローフード、ウォーキングステーキが誕生しました。フィレンツェのステーキは、かつてはトスカーナの高級レストランだけのものでした。しかし今では、ストリートフードの革命に加わっています。伝統的なフィレンツェのステーキは、菓子の木の上で焼かれ、ホットプレートで提供するのが一般的でした。 しかし観光客が増えたり、パンデミックによる規制がかかる中、外出先でも食事ができるように、食べ歩きステーキができました。考案者であるレストランのオーナー、アデル・ボッツァー氏は、このアイデアは数年前に海辺で魚のフライを売っているキオスクを見た時に生まれました。私たちは肉料理のレストランなので、肉で試してみることにしましたと語りました。 ですが、イタリアの伝統は厳しいものです。ボッツァー氏によると、はじめに箱に入った温かくカットされたステーキとポテトの料理を売り出したとき、お客さんの反応はいまいちだったそうです。しかし、すぐにこのアイディアは反響を呼び、特に昼休みが短く、毎日のサンドイッチに飽きていた人の中で人気になりました。運転手のロベルト・ロッシさんは、 ローマとフィレンツェの間を観光客を乗せて移動する日々を送っており、食事の時間はほとんどありません。彼は伝統的なイタリア料理が好きで、このウォーキングステーキの大ファンです。お昼休み、1時間もなくてレストランに行きたくない時は、ウォーキングステーキを注文して、外の新鮮な空気の中で食べるんだとロッシーさんは語ります。 シェフのシャリー・ハスバン氏は、ストリートフードはイタリアの古い伝統だと言います。ローマの集落では、必要に迫られて、ストリートフードが存在していましたが、今日のストリートフードは、より遊び心のある、よりレクリエーション性の高いものとして、重要性を取り戻しましたと語りました。ウォーキングステーキの価格は約2000円で、 フィレンツの伝統的なレストランで食べるよりもはるかに安く、自由な散歩を楽しみたい人にはぴったりかもしれません。ニュースを続けます。ロシアは18日、各搭載爆撃機2機をベラルーシ領空に派遣し、4時間にわたってパトロールを行いました。ロシア国防省は声明を発表し、航空宇宙軍の長距離爆撃機 TU-22MZ の2機が、 ベラルーシ領空での紹介任務を完了したと述べましたロシアがベラルーシ上空に爆撃機を送りパトロールを行うのは今回が初めてではなく18日のパトロールは先月以来3回目の飛行となりました11月中旬欧州連合 EU が移民問題に関してベラルーシを罰するための制裁を検討した際にも ロシアは TU-22M3 を2機飛行させました。先週土曜日のパトロール飛行は、ウクライナ近辺でのロシア軍増強による西側諸国の懸念の中で行われたため、ロシアによるウクライナ侵攻の恐れが高まっています。 これに対しロシア政府は同主張を否定しており、また北大西洋条約機構 NATO に対してウクライナの NATO 加盟を認めないよう求めました。ウクライナ政府関係者の中にはロシアが同盟国であるベラルーシの領土をウクライナ攻撃のために利用する可能性があると懸念する声も上がっています。 ベラルーシ国境の緊張は日に日に高まっており、ポーランドでは当局がすでに1万5 0 0 0人以上の兵士を国境に配備しているとのことです。続いてのニュースです。先月11月に近差で再選を果たしたニュージャージー州知事のフィル・マーフィー氏は、当選から数週間後に民主党の支持率が低下している原因は、 アメリカ人がマスクやワクチン義務化にうんざりしているためだと認めました。マーフィー氏は共和党候補に予想以上の接戦で勝利し、ニュージャージー州の住民は政府が自分たちとつながっていないように感じていると語りました。同氏はポリティカの取材に対して、住民はマスクやワクチンについてあれこれ言われることにうんざりしており、 ワシントンで起きていることに対する反応は鈍くなっていると述べましたまた同氏は政府の決定や義務付けは政治的な強制ではなくデータに基づいて決定されなければならないと述べています11月上旬の知事選ではマーフィー氏はわずか3ポイント差での勝利でしたその他の民主党の知事の中ではニューヨーク州のキャシー・ホークル知事や カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事が最近、州内の企業に対してマスクの義務化を再徹底させました。一方同じく民主党のニューヨークのビルデ・ブラシオ市長は、民間企業は従業員にワクチン接種を義務づけるか、または宗教上及び医学上の面積を受ける必要があると発表しました。最後のニュースです。 中国共産党の元高官から性的暴行を受けたと告発したテニス選手のホースイ選手が19日、シンガポールの新中派メディア、連合双方の取材に応じ、誰かに性的暴行を受けたと非難したことはないと強調しました。国際社会が彼女の安否を懸念する中、北京五輪を控えた中国共産党が引消しに走ったとみられます。 方選手は先月中国の SNS ウェイボーで元副首相張高麗氏に性行為を強要されたと告発しました。投稿は直後に削除され、その後約3週間にわたって彼女は公の場から姿を消しました。しかしこの投稿に関しても人々は多くのことを誤解しているとし、自身は北京の自宅で自由に暮らしていると述べています。 6分間のインタビューの中で、彭選手は、長氏の名前に触れることはなく、誤解についての説明も避けました。アメリカ在住の時事評論家、トーセイエン氏は大期限の取材に対し、連合双方の映像では記者が彭選手を呼び止め、その場でインタビューしたように見えるが、質問内容も彭選手の反応も事前に用意されていた可能性が高い。 意図的に仕組ままれていたた可能性があると語りまし彭選手は調子との非倫理的な関係を否定せず誤解を解くためのウェイボーの更新も行わず理由も説明しなかったこの1ヶ月間に公開された彭選手の写真や動画も本人ではなく国営メディアが公開したものばかりだ私は彼女が置かれている状況を心配していると指摘しました。 ニュースは以上です。今日12月21日は世界初の長編カラーアニメーション白雪姫が公開された日です。ウォルトディズニーによって制作された白雪姫は1937年アメリカで公開されました。このアニメでは写真または人物を手書きで書き写したセル画を使用しています。 アニメ映画ではセル画が10万枚を超えると大作と言われている中、約25万枚も使用した作品で滑らかな動きが特徴です。現在でもアニメ史の傑作として知られています。それではまた明日お会いしましょう。